さあゴルパイでございますけども、続きでございます。今、瀬戸春ちゃんと竹本里奈ちゃんとやっております。というわけでここから行きたいと思います。同点ですみんな。でこのホールがムズです。14番なんですけども、5番ウッドで行きます。私ただアゲインストやからどこまで池も入れたないし、むずい。はい、でも池入れたらプレス3。やめて、大丈夫か。ただ激上げですねこれ。そう、大丈夫、大丈夫か。はい、こっち、せいせいせい、ダメだ。え、入った入った。ちょっとええ球すぎた、大事すぎた。いや、ギリギリ残ってんちゃうかな。嘘、ほんま入ったやつ見えた。最後ポロンってなくなりましたよね。めっちゃねえや。確かにコンタクトです。あ、コンタクト、はい、あ、コンタクトない。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあまあまあ、目ええってほどでもないか。はい。それ見えるわ。そうね、それは見える、まあまあ、確かに確かに。ほんまや。ふたるちゃんは見えた？あそこですね。え、池入った見えた？え、全然見えないです。あ、してるのに。してるのに。じゃあもうちょっとええコンタクトにしたえんちゃん。なんか乱視が強くて。あ、そうかそうか。乱視なんですね。あ、じゃあ結構胴付きの眼鏡つけてですか？その裸眼の時は。そうですね、左右合わせるやつは。あー、そうかそうか、うん、結構それじゃあ左右差もあんねや。ありますね。大変や。ほんまに何ヤード打って何の話や今の。本当に瀬戸原ちゃんがラガンタガチャ乱視だよっていう話でございました。打ったとこ待ってた。ちょっと待ってくださいね。今回ったよ。うわ、回ってなかったかも。すいません。まあまあまあ大丈夫です。はい、私のティーショットは取れてなかったね。いやでもそこにあるから大丈夫。はい、いいとこでした。ご遊で安全に刻んで、はい、そうなんですよ。狙い通りのとこ行きました。ちゃんと、みんなが見てました。はい、嘘ついてないです。あれはですね、なんか YouTube の確かにね、むずいよね。さあ、りなちゃんのがあるのかどうか。りなちゃんはもう入ったように見えてる。はい、最後なくなりました。なるほど。縁でもう止まってるみたいな。出てもう、そうか、打ちにくいしな、うん、これ俺ね、これ大丈夫そうです。はい、うわ、また残る。結構ありましたね、距離。やったよ。ゴー、うわー、バンカーかな。バンカー、バンカーっぽい音ですね。ね、ね、ドスっていう。超えろ、乗れ。バンカーですね。はい。ちょっと左にバンカー入れちゃいました。入ってた。入ってました。入ってたわ。いや、ここがねすごい下ってですよ。ほら、ようできてますさ。打ちやすいとこに、そうですね、入って延長線上にドロップします、はい、ということで3打目、3打目ですね。はい、うん、ちょっと左引っかかった。超えろ、ムズバンカーです。ということで全員バンカー。はい、あとリナちゃんが1個あの池入れてるからちょっと不利。次で4打目、ほんまやわ。むずいです。本当にこのエドルもむずいですよね。これむずいよ。どこに打つんが正解やろな。でも巻き刻むんが正解よね多分。はい、
そこからもう、そうですね、超えられないですよね。そうだね。で、アゲンストか思ったら、リナちゃんの球は強い球やったから、池まで行っちゃったと思った。だからもう一番手落としてもよかったよね。ですね。こういうとこなんですよ、むずいとこ。でも刻んだ結果、私も挽回出て。はい、私も挽回です。ねー、ですよね。何ヤードだったんですか？170だったんですけど。なるほど。で、打ち上げてて、あのピン手前は高いバンカー、ね、右のバンカーね。キャリーでそれは無理だなと思って、花道狙ったんですけど、そこからちょっとドローをしちゃって。花道もすごい狭いやん。これむずいよな。ちょっと保険かけて左に打った分がやりすぎたって感じです。はい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 。出せるかなね。みんなむずばん。みんなむずばんですね。はい。さあ、これは勝負です。距離あるな。はい、しかも、そう、みんな距離あるね。うん、でもライオンさん近い。そうよね、私がまあ意外と。でも近いから逆に難しいかも。あ、こっちや、ほんまや。あ、ここまで来たか。そう。あ、俺もうちょっと左の攻めや思った。あー、ランが出せないですね。そうやね、ほんまや。あ、やばい、むずい。結局みんなむず。結局みんなむずい。だから私はもうもはや A とかで打とうか悩んでます。いや、いいと思いますね。これで、うわっ、やべえ。もう一回いきます。目玉ちょっと見て、目玉じゃないんですが、結構ややこしいとこに来てしまった。やばい。うわっ、うつ。そっから行ってください。5ヤードぐらい、59度。これ出えへんかも。うまい。めちゃくちゃうまかった。ああ、戻ってきた。戻ってきた。もうちょっとか。ありがとうございます。マジで。マジで。やば。止まった。これはみんな。うまい。うわ、止まる。いけ。もうちょっと、惜しい。ごめん、ほいで俺の砂ちゃうかな、これ、止まってんの。わざとじゃないんです。バンカーから打って、そう、バンカーからの砂が。よし、ナイス、ナイス、ナイス、ボギー。ありがとうございます。今のはすごい。ハリアちゃん、むずい。無理。ハリアちゃん、むずいです。いやでも、ライオンさん今もナイスパットです。いや、ナイスパットでした。ありがとうございます。素晴らしい。自分でもそう思ってます。ナイスパットです。はい、ありがとうございます。男気のあるパットでしたね。はい、珍しく打てました。さて、これがえぐい、多分えぐいです。チョンで多分いきそうよね。でもね、そうですね、結構切れそう。惜しい。ぶち切れてるやん。マークします。切れてないです。やっぱ入んないよねーって。じゃあ、ほんまに今のほんま、私の動画で確認してください。ぶち切れてる。食べた。またうち全部撮ってますから。ぶち切れ。怒りマークつけといてください。そうやね、怒りマークやば、今の。いや、わかる。でもむずい。このスライスライキモいな。むずい、これも。これむずいですよね。うん、あ、気持ち悪い。あー、 OK。 はい、ありがとうございます。やっぱ浅かったか。出ないよ今。はい、
っと浅かった。ボギー私が7か、はい、初めて見た7リナちゃんの7初めて見た確かに池があるからそうやわ池が1個いらんかったね池の以上にバンカーがダメだねそうよねこのバンカーほんま難かったうんちょっとあの打ちすぎてそう距離あったからねリナちゃんのとこもだから28ヤードと33ヤードやったんで、うん、打たなあかんからねそうで、ホームランしちゃったかとそうっていう感じよ ね打たないといけないけど、下が硬くて、うん、そうそうそう、飛びすぎちゃったっていう飛び、なんかね真ん中でよかったのにねいやですねなあ、真ん中でええのにこれなのよ真ん中でええのにやっちゃうのよ、本当にそうさあ、これは、あ、イベントホールですねお、お願いしますお願いしますお願いしますあの、しぶこやんお久しぶりですあれ、全然変わってるしぶこちゃうやん、もうあれだけ来ちゃったしぶこ感が薄れてきたほんまや、しぶこ感ないで説明してください説明をおしこちらドラゴンホールになってますはいいや、あの、朝、はい、あの測ってもらってあそこに、はい、あの線がロープかロープ引いてあるんですけど、はい、はいはいあれを超えていただいたらなるほどライオンさんの勝ちですはいちょっとアップできますかねあれですねはいあのガッとタラコンズのあーいいいいですよはい全然大丈夫ですタラコンプロのボールをなるほどで対戦する方はこの方ですよろしくお願いします松本一成です一成くんでございますお願いしますお願いします最長不倒が429ヤード429ですバケモンですはいということでそれあの線を越えたらいいんですねはいはいそうです了解ですこれ線はあそこまで何ヤードくらいなんですかあそこまでこっから230ヤード打てば超えると思いますよっしゃしかもフォローはい、はい、チャンスただしフェアウェイ限定でああだよねそうだよね、はい、そのルールのせいでまだ 2,3 名しかあーなるほど人いないんでオッケーよしじゃあやりましょう頑張りましょう結構最後狭まってるんではい、はい、そうですね精度も求められます確かにえ去年どうでしたっけ俺もらった気がすんなはいいつももらわれてますよしよしということでやっていきましょうちょっとゾフのメガネ置きます一回すいません飛んでっちゃいそうよっしょ帰ってこいもっと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 残れやばい残れどうだうわ分かんないえこれ旗は旗が振られる白だったらどこに見に行ってる左あそこはいほんまに奥にゆっくり歩いて見てますすごいゆっくり行く多分マフですね見てないってことは赤か白か白だと思う白だと OK ズームしてくださいめっちゃ見に行ってる。おおおおということはフリジストンです。はい、フリジストン。はよ。もうラフやん。絶対にラフやん。ラフ。もうちょい手前です多分。えでもあの辺。あほんま？はい。旗上げてください。旗上げてください。はい赤でした。ダメでした。いやそうでしょうね。そう思ってました。じゃあ続いてリナちゃん。うわあ、残る。ナイスショット、残る。大丈夫でしょう。はい、超えてる。距離はいってる。あ、白い。おお、おめでとうございます。じゃあもらうところこちら、僕の最長飛距離のサインです。おめでとうございます。すごい。すごい。え、見えた？大丈夫？オッケー、オッケー。はい。おめでとうございます。素晴らしい。セドアルちゃんね、セドアルちゃんもあの白超えたらいいんですか？はい、あ、そうか、打ってもらえるんですね。モンテーションじゃあやって。あ、やるやるやりましょう、はい、そんなんやってください、はい、絶対にさあということで一斉プロが、はいスイング見せてくれます
ドライバーが多いです。すごいあるいっぱいある。さあ、そんなハイティ、今日はこれでも低めで、低めこれで、はい、すげえ。あ、やばい、あの審査の人がすごい向こうに来ちゃった。気をつけてまず素振りからさあ、歩きして、はい、いやー怖い怖い。じゃあ行かせていただきます。はい、お願いします。いやーレースー、はーちょうど計測、いやほんと計測のとこまで行った。うわー、ありがとうございます。すごい、360ヤードぐらいです。はい、あの林を越えてました。あの林の向こう側のほんま計測機の人のところに飛んでたんで、ちょうど今のグリーン横まで行ったと思います。あーすげー、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、でリナちゃんは、ちゃんと超えてると。素晴らしいです。ありがとうございます。女子だから200ヤードくらい。あそこからですと、そうですね。200ヤード打てれば全然超えてると思います。なるほど。はい。よし。じゃあ超えさせよう。ボールもらおう。もらいたいですね。うん、ちょっとじゃあ振ろうかな。おお。おお、早い。すごい。すごいんですよ。あ、行きます。はい。どうやって次はね。まあちょっと線を越えるを最優先に。ね、確かに越えて、はい、越えて。おい。おお、帰ってきてる。帰ってきてる。帰ってきてるよ。ちょっとタッチしたけど。おお。どうだ？ちょっと手前かも。出るか？赤です。今ねワンタッチした。そうですね、ワンタッチしちゃった。ヘッドスピード上がってますね。すごいすごい、やっぱり急成長です。去年見ていただきましたもんね。はい、練習しすぎているんですよ。ワンタッチ、ありがとうございます。じゃあ楽しんでいってください。失礼します。さすがリナちゃん、さすが超えてます。めっちゃギリギリ。でも俺も超えたは超えたよね。はい、超えてましたね。ね、だけどちょっとラフやったんすね。フェードせえへんかったよな。ああ、瀬戸春ちゃんもちょっとでした。ワンタッチさえしなければ超えてたかもしれません。ちょっとティーヒットバカラガンって手前なんかなのにアッパーで結構打とうとしちゃって、むっちゃギリや。すごい、めっちゃギリ。すごい、距離感合ってきた。ほんまやわ。うん、大きいかも。あ、乗ってちょっと大きいかもって感じです。ナイス。ありがとうございます。ちょっとフォローやし、しっかり振れ。ゴーゴーゴー。手前かな、手前、ちょっと手前です。手前、ちょっと手前。くわー、引っかかった。ラフ、ラフ、はい、あ、ほんまや。あ、これも、これは、あ、あれやん、一星くんや。どういうことか。そうよ、松本一星さん、ここまで飛んでます。すごい、えぐっ。うわ、ほんまや、すごい。これや、めっちゃ飛んでる。これもらおう。これもらってええんかな。これもらおうか。もらえる。ね、ラッキー。さあ、そしてニナちゃん、ナイソン、ぴったりです。そして俺がめちゃムズです、これ。えぐ、なにこれ、めっちゃピン手前や。
うまっ、うまっ、うまっ、ナイスです。うまっ、ナイスアプローチです。ありがとうございます。違う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 、 うわー、止まれ。え、オーバー出てきました。出てた。あれ、なるほど。グリーンにキャリーしてもいいかなって感じで。うまい。あー、止まってー。おー、ナイスナイスナイス。ありがとうございます。上手です。よしよし。ナイスボディ。ありがとうございます。さすが。さすが。ナイスです。ありがとうございます。いや、どっち曲がったか全く分からん。これどっちなん？ありがとうございます。パーです。ナイスパー？ありがとうございます。ナイスパーです。よっしゃ。これは。はい、ありがとうございます。皆さん。親の距離。次、ナイス。よかった。なんとか。ということで同点。はい、同点。え、ナイスバーディー。ナイスバーディー。ありがとうございます。マジです。ということで私ここで終わりですね。そうですね。はい、あとはもう瀬戸春ちゃんです。あと3つ。はい。よし。あと3つでございます。今スコアはね、後で計算します。はい、ドクターストレッチさんがですね入ってらっしゃるんですよ、これランは。だからあのラウンド後のケアもねすごくやってくれます。しかも私特別にこっちのゲストの部屋でやらせてもらってます。すいません、なんかでもあのタレントのこういう顔見せられへんから何かやねん、やねんけど手厚いですよ、ゴリラ。ありがとうございます。はい、ゲットライブにゴリラ5周年記念ゴルフコンテで表彰式を行います。はい、MC を務めます高井です。よろしくお願いいたします。はい、ではまずはじめにゴルフランのゴルフランプロデューサー山内すずらへに一言頂戴したいと思います。散々喋りましたけど、喋りましたが、改めてお願いいたします。改めまして皆さん、本日は長丁場になりましたが、ゴルフグランドゴルラン5周年記念ゴルコンペにご参加いただきまして、皆さんありがとうございました。それでは改めまして、ゴルランの5周年のお祝いと、そしてこれからもゴルランが10年、20年と大きく発展 していくことのご期待し、そして本日ご参加をいただきました皆さんのこれからのご健勝ご多幸を心からご期待を申し上げまして、乾杯の杯をあげたいと思います。よろしくお願いいたします。乾杯。おめでとうございます。